なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。うん、頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。Thank you.
よし。しておいたよ。そんじゃ90層到達ってことで恒例の節目パーティーを開催します。皆さん乾杯。乾杯。キリト、90層到達おめでとう。楽しそうだし、私も楽しい。それにお料理も美味しそう。どれどれ？それじゃあみんなにもお礼しないと。行ってくるね。キリト、90層おめでとうさん。しっかり楽しんでっか。まあな、さすがに90層まで来るとよ、攻略の方も厳しくなってくるだろう。息の詰まる戦闘が続くわけだから、こんな時はがっつり騒がねえとな。キリトさん、おめでとうございます。おめでとう、キリト。ストレアさんがやってきて急に抱きつかれました。私もよ、苦しかったわ。でも喜んでくれてたみたいだし、よかったじゃない。そうですね、一緒にいると飽きないというか楽
しいですし。ダメだった。キリト、ちょっと手伝ってくれないか。これを運ぶのだよ。もう一皿あるから頼むぜ。激辛入りピザをまた作ってみたぜ。しかも今回は量を増やして激辛も2つ入ってる。来たね来たね、楽しいイベントが。前回はひどい目にあったからな。今回はリベンジさせてもらうぜ。激辛当てたやつは前回同様、誰でも好きなやつに好きなことをさせられるってルールでいこうぜ。女性は多い方が、いや、参加者は多い方が楽しいってもいいよ。
気のせいだって。で、他は誰が挑戦する？ピザを食べなくても構わないが、パーティーに参加している以上、命令を受けたら従ってもらうぞ。仕方ないわね。まあクラインにでも当たらない限り問題なさそうだし、別にいいわよ。はいはい、私は参加するよ。はーい、私もシノノンの洋服とかコーディネートしてみたかったんだよね。何よそれ。覚悟しなさいよ。まさかアスナも要注意人物なの？みんなノリがいいな。そんじゃ激辛ピザのロシアンルーレット行っちまってくれ。うーし、そんじゃみんな自分の食べるやつを決めてくれ。決めたか？んじゃまたみんなで一斉に食うぞ。いっせーの、あ、すごくおいしい。って外れか。外れたか。普通にうめ。みたいなこと言わないわよ。思ってたより辛かったわね。とはいえ私も当たりよ。
さて、俺的には非常に不満の残る結果なわけだが、仕方ね。当たりの二人は誰に何をさせるんだ？私の命令はね、それじゃあキリトが私とキスをする。うわ、直接的なのが来たね。っていうか、なんでキリトばっかり。クラインは黙ってて。え？なんでなんで？好きなことできるんでしょ？それも面白いかも。じゃあアスナ、チュー。ちょっといきなり。ないわね。どうなってるんです、ママ。はい、おしまい。誘ってくれてありがとう。
とう。みんな大好きだよ。